ピーチアビエーションの中部台北便は、中部発が午後11時15分、台北発が午前2時25分で毎日1往復します。昨日は就航を記念するセレモニーが行われました。昨日の中部空港発の便の利用客は154人、搭乗率は 85.5% で、今日午前6時半に到着する台北発の便は予約率が 90% 以上ということです。料金は片道1万4480円からで、ピーチアビエーションは回復基調にある海外からの観光客の取り込みを図ります。